国会審議の際に麻生財務大臣が閣僚席でヤジを飛ばしたことについて、西村官房副長官は財務省の矢野官房長を通じ麻生大臣に、発言に注意願います、などと伝えたことを明らかにしました。麻生大臣は14日に行われた予算委員会で、国民民主党の玉木共同代表の質問中に各閣僚席から、自分が喋りたいんですよ、この人は、とヤジを、記事全文を読む、